皆さん、こんにちは。芸能界には子供を失ったさまざまな芸能人がいます。今回はその芸能人たちの子供がどんな経緯で死亡してしまったのかをたどっていきましょう。秋吉久美子、岩久茂。女優の秋吉久美子さんには一人の子供がいました。名前は雄志さん。1979年に作曲家の岩久茂さんと結婚した時に出産した子供でしたが、2015年1月10日に東京都内の病院で転落死しました。場所は東京都港区内にある病院で、病院内の非常階段から転落し、転落してから3日も経ってから遺体となって発見されました。秋吉久美子さんの息子さんの死因は転落死であるとされていますが、当初は死因すらも明らかにされていない状態でした。詳細が明らかになったのは2015年2月15日に発売された週刊文春に掲載された記事でした。雄志さんの遺体が転落してから3日も経ってから発見されたという点に関しては、転落した場所が病院内の非常階段という普段は人が通らない場所だったからだと言われています。雄志さんは当時警備員のアルバイトをしていましたので、建物内の構造に関してはある程度の知識があったと考えられます。また病院内の監視カメラには2つの黒いカバンを抱えて歩く様子が映っていました。特に通院していたわけではない人間がどうして病院内をカバン2つも抱えて歩く必要があったのでしょう。一度は進んできた道をまた引き返すといった不可解な行動が監視カメラに映っていたことから、当時雄志さんが何をしていたのかに注目が集まりました。報道で綴られていた捜査関係者は、遺体が見つかった状況から長男は柵を乗り越えて非常階段に飛び移ろうとして9メートル下の地下まで転落したのではないかと推測し、それに加え誰かに追われているようにも見えたと疑惑の眼差しを向け、謎は深まるばかりだと語っていました。のっぴきならない事情がなければ柵を乗り越えたりはしないはずですので、誰かから追われていた可能性が高いです。雄志さんが誰に追われていたのか、その謎が明らかになることはありませんでした。ただネット上では金銭関係でトラブルがあった、あるいは女性問題で何らかのいざこざに巻き込まれた、薬物関係に手を染めていた可能性が考えられています。雄志さんが手に持っていたカバンのうち一つは自分自身のもの、そしてもう一つは病院近くの工事作業現場に置いてあったものであるということが分かっています。作業現場に置いてあったカバンをどうして息子さんは持っていたのでしょうか。作業現場の担当者はいつの間にか現場からカバンがなくなっていたと話していたようです。カバンの中身は何だったのか。秋吉久美子さんの所属事務所であるホリプロの発表は以下の通りです。プライバシーに関わることなので一切答えることはできない。事故現場の大学病院の発表は以下の通りです。その件に関しては一切答えることができないため、詳細は警察に聞いてみてほしい。警視庁の広報課による発表は以下の通りです。発表事案ではないため回答はしていない。未だにカバンの中身が何であったのかも含めた詳細は闇に包まれたままですが、公にできないということは何か法律に抵触するようなものだったのではないかと憶測されています。この謎に包まれた事件を紐解く手がかりの一つとして、元死刑囚の朝原祥光さんが関わっているという話があります。秋吉久美子さんについて日本テレビ系で放送されていたトンネルズの生でダラダラ行かせての中の企画で、朝原祥光の青春人生相談というものがあったそうです。その中で元死刑囚の朝原祥光さんが、私秋吉久美子が好きだったんですと発言したといいます。教団のトップが発したこの発言にスタジオ内はもちろんのこと世間も騒然となりました。この時の発言が発端となり、秋吉久美子さんと朝原祥光元死刑囚に何らかの関係があるのではないか、秋吉久美子の息子の転落死に朝原祥光元死刑囚が関係しているのではないかといった噂が急激に広まりました。草刈正雄、俳優である草刈正雄さんの長男の雄志さん、2015年2月14日に
渋谷区の草刈正雄さんの個人事務所のあるマンション7階から転落死しているところが発見され、草刈正雄さんの長男ということもあり、かなり話題となりました。有志さんが転落した場所は青山学院大学の正門向かいにある建物、青山アルコーブ。有志さんは時々事務所を訪れては泊まり込みで絵画などの制作活動を行っていたそうです。その建物の7階にかつて事務所があり、そこから転落したと考えられています。車の通りだけでなく人通りも多い場所だったため、転落の瞬間を目撃した人もいたそうです。119番通報があったのは2月14日の20時26分頃で、目撃した通行人曰く、運ばれる前はまだ息をしていたと思うと語っていました。草刈正雄さんは有志さんの転落死から約2時間後に現場に向かい、雨の中ひれ伏すように号泣しながら、なんで死んだんだと泣き叫ぶ姿が近隣の住人から目撃されています。草刈正雄さんは自殺の可能性は否定しており、警察も事故死である可能性が高いと発表しています。なぜ有志さんはマンションの7階から転落してしまったのでしょう。警察によると、事故当時有志さんは窓辺に腰掛けてたとのこと。そして何らかの理由で転落し、その際に落ちないようにベランダの手すりにしがみつこうとした形跡もあったそうです。そのことから自殺の可能性はなく、不幸な事故だったと結論付けられました。事故の原因としてベランダの手すりの一部が外れ転落してしまったのではないかという説があります。もしくは突風に煽られてしまったのではないかとも言われています。そうするとベランダの手すりの劣化や取り付けの甘さが原因として挙げられます。ただ有志さんが転落したマンションは築37年と古かったそうですが、手すりは頑丈だったという声がありました。そのため建物の耐久性が直接の原因ではなく、服用していた薬が原因で転落したのではないかという説があります。有志さんは躁うつ病、いわゆる双極性障害という精神病を患っており、精神科に通院していたそうです。躁うつ病を治すために複数の薬を服用していたそうで、その中には副作用で意識が朦朧としてしまう薬もあったそうです。転落してしまった際にも躁うつ病の薬を服用していた可能性があり、警察は服用した薬が原因で足元がおぼつかない状態となり誤って転落したのではないかと見ているようです。キャシー中島勝野博、俳優勝野博さんとタレントキャシー中島さんの娘である勝野七海さんは2009年7月に死去しました。享年29歳だったといいます。勝野七海さんの死因は肺がん、より厳密には肺がんの中でも厄介と言われる小細胞肺がんで、2009年2月に発見後すぐに闘病生活に入るものの、わずか4ヶ月余りで勝野七海さんの命を奪ってしまいました。小細胞肺がんとは小さな細胞が密集して広がっていくがんの一種で、肺がんの中でも進行が早く生存率は 50% とかなり低いことから非常に厄介ながんと言われています。この小細胞肺がんを罹患する人のほとんどは喫煙者なのだそうですが、勝野家全員に喫煙習慣はなかったといいます。2008年11月に結婚した勝野七海さんは翌2009年2月に新婚旅行に出発する予定でしたが、その1ヶ月前あたりから体調を崩しており、病院で気管支炎との診断を受けています。勝野七海さんや家族は結婚式や年末年始の疲れが出ているだけと思い込んでおり、勝野七海さんは処方された気管支炎の薬を持って新婚旅行先のハワイ・マウイ島へ旅立ちました。しかし旅行先のハワイで咳が止まらなくなってしまった勝野七海さんは、帰国後すぐに別の病院で診察を受けたところ、次に下された診断は肺炎だったそうです。病院からは抗生剤が処方されるのですが、それでも勝野七海さんの症状は一向に改善しませんでした。そこで再度国立がんセンターを受診、検査入院をして精密検査を受けたところ、肺がんであること、悪性度が高い小細胞肺がんであることが発覚し、生存率 6% と宣告されました。そのことは勝野七海さん本人にも告げげられたそうですが、本人の反応は
生存率 6% なら、じゃあその中に入ればいいんでしょ。大丈夫、私は戦うから、といったものでした。しかし、勝野七海さんの病状は想像以上に厳しく、最初は抗がん剤が効いて、体調も良くなったものの、それも徐々に効かなくなり、おでこや骨など、体のあちこちに転移していきました。それでも勝野七海さんは決して諦めることなく、治療法を探し続けたといいます。カテーテルをがんの近くの血管まで挿入して、抗がん剤を局所的に使うことで、効果を高めるがんカテーテル治療や、当時最新治療として紹介された重粒子線や陽子線治療など、血液の中の白血球を取り出し元気にしてから体内に戻すという免疫治療も、母親がハワイで耳にして調べ受けようとしていたそうです。当事者である七海さんは常に前向き、新しい治療法を探しては絶対に負けないと病魔に向き合っていました。あらゆる治療を試してみたものの、がんの進行を止めることができず、無情にもがんに蝕まれた体は衰弱していきます。そんな中、七海さんは家に帰りたいと医師に訴え、一泊の外泊許可をもらいました。一時退院で自宅に帰った日には家族で外食。しかし翌日、再び病院へ戻った七海さんの容態は急変。そして2009年7月7日、両親、夫、弟に見守られながら息を引き取ったそうです。淡路恵子、よろずや金之助、黒澤明の野良犬で映画デビューして以来、数々の名作映画やドラマに出演した淡路恵子さんには合計4人の息子がいました。そのうち再婚したよろずや金之助さんとの間に設けた三男の小川明弘さんと四男のよろずや吉之助さんは死去しています。まず小川明弘さんに関しては、1990年7月、バイクで帰宅途中に交通事故により死去、タクシーと正面衝突したとのことでした。四男のよろずや吉之助さんはの死因は首吊り自殺。四男のよろずや吉之助さんはアルコールと薬物中毒で、家族にも暴力を働く、俳優の仕事は放り出すなどの素行不良があり、定職に就かず酒を飲んで暴れることもありました。2004年、住み込みで働いていた寺院から坂台に変えようと仏具を盗難し逮捕、懲役1年半の判決を受け、執行猶予は3年でした。しかし同年、今度は母の留守宅で金品を物色し逮捕されています。執行猶予は取り消され服役しました。出所後はアルバイトを始め自活しようとしていたそうですが、2010年6月、よろずや吉之助さんは自宅のアパートで首を吊り37歳で亡くなりました。自殺とされていますが、理由は不明です。中原ひとみ、江原慎二郎。1954年にデビューしてから女優として活躍している中原ひとみさんは、江原慎二郎さんとの結婚後に長男と長女を出産しています。しかし長男の土屋あゆみさんは交通事故により死去しました。土屋あゆみさんは1990年5月16日山中湖畔の友人の別荘から東京までのキロを愛車だというフェアレリ Z で一人で運転していたところ、スピードの出しすぎで大型トラックへ接触、ガードロープ激突により頭部を強打し、山梨県富士吉田市の病院に運ばれましたが、午前7時30分ごろ脳挫傷により死亡が確認されました。住花代、高島忠夫、宝塚歌劇団の元星組男役トップスターである住花代さんは高島忠夫さんと結婚しており、長男を出産しています。しかしその長男は高島忠夫長男殺害事件で死去しました。高島忠夫長男殺害事件は1964年に発生した殺人事件で、高島忠夫さんと住花代さんの長男である生後5ヶ月の高島道夫さんが、当時の家政婦 A さんによって高島宅の風呂桶に沈められて殺害された事件です。1964年8月24日未明、東京都世田谷区上野毛に在住していた高島忠夫さんより警察や消防へ、息子が風呂に沈められ部屋が荒らされているという通報がされました。同日午前2時40分頃、高島宅に住み込みで働いている家政婦 A さんが、長男の姿が見当たらないと高島夫妻に連絡し、
高島夫妻と家政婦 A さんが家中を探し回ったそうです。室内は物色されており、風呂場できちんと蓋の閉まった風呂桶の中に沈められている長男が発見され、大騒ぎとなります。警察や消防への通報とともに、長男は自宅近くの小倉医院へ搬送されましたが、すでに心肺停止状態であり、人工呼吸などが試みられたものの、救命には至らず死亡。警視庁捜査一課と所管の玉川警察署が殺人事件として捜査を開始することになりました。家政婦 A さんは警察に、当日夜に窓の外を不審な男が歩いてるのを見た、長男が激しく泣いてるのを聞いたと証言しました。しかし調査を進めていくと、調べてみると次々と不自然な点が見つかります。まず高島家では犬を飼っており、この犬は普段から不審者が近づくと激しく吠えるそうですが、当日夜に犬は吠えていなかったとのこと。また普段は全員が風呂に入り終わった後、家政婦 A さんが風呂桶の残り湯を抜くことになっていましたが、この日に限り家政婦 A さんは風呂桶の湯を捨てていません。犯人が物取り目的で押し入ったのならば、生後わずか5ヶ月の赤ん坊に姿を見られたとしても赤ん坊が証人になるわけもないため、殺すというのは不自然でした。そして証言にあった不審な男性や長男の泣き声については、家政婦 A さん以外に不審者を見た者はおらず、長男の泣き声を聞いた者もいません。これらについて家政婦 A さんを問いただしたところ、自分の犯行であることを認めました。この家政婦 A さんはもともと高島夫妻のファンで、地元の新潟県の中学校を1963年に卒業してから都内の墨田区にある会社で仕事をしていました。そして会社にたまたま高島夫妻の知人がいる縁で、1963年暮れより高島夫妻宅に住み込みで家政婦として働いていました。高島夫妻はこの家政婦 A さんをよく可愛がっていたそうで、また家政婦 A さんも高島夫妻によく尽くしていましたが、高島夫妻に長男が生まれた後は長男へ愛情が移ってしまい、自分は疎遠に扱われるようになったと感じていたようです。また長男専任の看護師として28歳の看護師 X さんが働き始めたことで、自分がのけ者扱いされているのではないかと思うようになります。その他、高島夫妻が仕事でアメリカへ行くことが決まった時に、他の家政婦へはお土産を買ってくると約束していたのに自分は何も言われなかったと不満を抱いたこと、風邪をひいた家政婦 A さんが長男に近づくことを禁止されたこと、家政婦 A さんの部屋を看護師 X さんが覗いてまだ寝てないのと声をかけたことで嫌がらせされたと感じたことなど、さまざまな出来事が起因し犯行へとつながりました。犯行当日、家政婦 A さんは高島夫妻の食事の後片付けなどを済ませた後、午前1時過ぎ頃に一人で風呂に入りました。入浴後自室に戻ったところ、隣の部屋から長男のぐずる声が聞こえたため、長男の寝ている部屋へ行ったところ、長男は家政婦 A さんの足をつかむなどしてきました。家政婦 A さんはこの姿を可愛いと感じて長男を抱き上げ、夕涼み目的で庭先へ出て長男を抱いたままあやしたりしていたそうです。その後足が汚れたために足を洗おうと長男を抱いたまま再び風呂場へ戻った時に、この赤ん坊さえいなければ高島夫妻の愛情は私に戻るのではないかと考え、衝動的に長男を湯船に沈めたとのこと。そしてこのままでは犯行がバレると思い、風呂から出てから物取りの犯行に見せかけるため室内を物色されているように装ったと言っていました。松田聖子、神田正輝。松田聖子さんの娘神田沙也加さんは2021年12月18日宿泊中の北海道札幌市内のホテル22階から転落し死去しました。神田沙也加さんは12月18日午前10時からマイフェアレディのリハーサルを控えていました。しかし神田沙也加さんは現場に現れず、11時になっても連絡がつかなかったそうです。心配したスタッフが神田沙也加さんの宿泊するホテルの最上階22階の部屋を訪れましたが、部屋には誰もいない状態で窓が開いていたそうです。その倉庫の14階の屋外スペースには雪が積もっていて、
13時頃、神田沙也加さんは雪の中から靴を履いていない状態で発見され、緊急搬送されました。30センチほど積もっていた雪がクッションとなり、即死は免れたそうです。しかし、意識不明の状態のまま、搬送先の病院で午後9時40分頃、死亡が確認されたのでした。死因については、滞在していたホテル上層階の部屋の窓から転落した、ということで、多くのメディアで報道されています。しかし、一部のファンの間では、ただの転落死は不自然だ、と言われています。ファンが調べたところ、通常は、このホテルも転落防止のために窓にストッパーがかけられており、約15センチしか開かない構造になっていたようです。しかし、昨今のコロナの影響で、部屋を換気したい客が多く、希望があればストッパーが外せるようになっていたといいます。神田沙也加さんが自らストッパーを外すようにホテルスタッフに言ったのかは不明ですが、事故当時、部屋のドアのストッパーがなかったというのは紛れもない事実。このことから考えてもやはり自殺の可能性が最も高いとされていますが、一方で身を乗り出した際に誤って転落したのではと考える人も多いようです。また神田沙也加さんが亡くなった4日後の2021年12月22日、週刊文春オンラインと翌日発売の週刊文春で、ホテルの部屋から神田沙也加さんが書き残した手紙が2通見つかったことが公開されました。誰もいない部屋の机に置かれていたのは2通の封筒だった。1通は事務所宛て、もう1通はある男性に宛てたもの。数枚の便箋に綴られていたのはこんな言葉だった。女性にあんまり強い言葉を使っちゃダメだよ。一緒に勝ち時に住みたかった。2人で仲良く子供を産んで育てたかったです。ただ心から愛してるよ。また文春は2022年1月5日配信の週刊文春オンラインと翌日発売の週刊文春で、神田沙也加さんと恋人が口論する音声データや口論に至った経緯について報じています。問題の音声は同棲生活を始めることを決めていたにもかかわらず、恋人がさやかに無断で契約した別のマンションをめぐって2人が口論する様子を収めたものだ。音声には死ねという表現も複数回出てくる。恋人からの繰り返される厳しい言葉にさやかは涙声で応じていた。加賀まりこ、和製ブリジット・バルドーと呼ばれ、小悪魔的な魅力で人気だった。加賀まりこさんには誕生から約8時間で死亡した子供がいると言われています。1972年2月14日に加賀まりこさんは女児を出産しますが、わずか8時間後に死亡しています。加賀まりこさんは子供が亡くなった原因について語っておらず、その後も子供についても口にしていません。ただ子供が死亡した原因は前置胎盤だと推察されています。前置胎盤は胎盤が子宮口を塞ぐような位置に来てしまう症状のことで、前前置胎盤、部分前置胎盤、辺縁前置胎盤、低置胎盤の4つに分類されます。加賀まりこさんの前置胎盤は前前置胎盤の可能性が高いと言われています。菅原文太、仁義なき戦いで野獣のようなエネルギーをほとばしらせ男が惚れるアウトローをリアリティたっぷりに演じた菅原文太さん、息子である菅原薫さんがいましたが死亡しています。10月23日、菅原薫さんは世田谷区北沢の小田急線の踏切内で電車にはねられ、病院に搬送されたものの頭や胸を強打しており、翌24日未明に死亡。事故当時は携帯電話で話していたことが分かっており、酒を飲んでいたようだとの証言も、降りていた遮断機をまたいで踏切内に侵入したとみられています。すでに翌年の年家と松、加賀百万石物語で親子共演が決まっており、役者人生はこれからという時の事故でした。息子の死を告げられた時、菅原文太さんは人目もはばからず号泣したそうです。ニュースポストセブンでは以下のような話が綴られました。最愛の息子を亡くした文太さんの悲しみは想像を絶するほど深いものだった。俺はもう仕事はできないと繰り返すようになり、自宅にこもることが多くなっていった。自宅の神棚に息子さんの霊児を祭り、
彼の愛用のギターを並べて、それをじっと見つめてばかりいるんです。あの頃の文太さんは24時間亡くなった息子さんのことしか考えていませんでした。文太さんの知人菅原薫さんは神道の聖地太宰府天満宮のソレイ殿に納骨されました。以降菅原文太さんは足しげくこの地を訪れ、息子との時間を過ごすようになります。息子と同じ場所で眠りたいと周囲に告げていたそうです。秋山浩二さんは1980年代の常勝軍団と言われた西武ライオンズの中心選手です。秋山浩二さんは秋山千明さんと結婚し、長男と長女を出産。しかし秋山千明さんと長男は死去しています。病名は発表されてませんが、ファンの間では脳腫瘍の中でも最も悪性度が高いとされる神経に皮が腫だったのではないかと言われています。脳と脊髄には神経細胞と神経繊維、その間を埋めている神経膠細胞がありますが、この神経膠細胞から発生する腫瘍の総称が神経膠腫で、最も悪性のものが神経膠芽腫です。周囲の脳に染み込むように広がっていくのが特徴で、腫瘍は正常脳との境界が不鮮明となるため、手術は困難だと言われています。45、70歳代の成人に最も多く見られるそうです。いかがでしたか？今回たどった子供を失ったさまざまな芸能人に関する歴史の意図はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。